ヨゼフィーネ・ブルンスビックは、ルートビヒバン・ベートーベンの生涯で、おそらく最も重要と考えられる女性。ベートーベンは15通の恋文の中で彼女を、唯一の恋人と呼び、永久の献身と永遠の忠誠を伝えている。謎めいた、不滅の恋人書館の受け取り人であった可能性が、最も高いのはヨゼフィーネであると考える。音楽学者も複数名に上る。ヨゼフィーネ本。 ブルンスビックは、ハンガリー王国のポジョニに生まれた。父のアントンは1792年に高い、後には、妻のアンナと4人の幼い子供が残された。ヨゼフィーネの兄弟は、長女テレーゼ、長男で唯一相続権のある、フランツ、サンジョ・シャルロッテである。一家は、ブダペストにほど近いマルトン・バーシャールに居住しており、コロンパにも城を所有していた。子供たちは、 家庭教師のもと、各国の言葉や古典文学を学んで育ち、4人全員が音楽の才能を示すようになった。フランツは優れたチェリストとなり、娘は皆ピアノに弾い出ていたが、中でもヨゼフィーネが優れていた。彼らは1790年代のウィーンで起鋭のピアニストとして、頭角を表していたベートーベンの音楽を特に賞賛していた。1799年5月、 アンナはテレーゼとヨゼフィーネを連れてィーンに赴き、娘にピアノのレッスンを授けてくれるようベートーベンに頼んだ。ベートーベンは後年、ヨゼフィーネへの愛情を抑えねばならなかったこと認めており、ヨゼフィーネはベートーベンに熱中した。しかしながら母が同等の社会的地位にある裕福な向こうを必要としており、ヨゼフィーネが結婚したのはずっと年長の ヨーゼフ・デーム伯爵であった。主に経済面での苦労があったがその後、デーム夫妻はほどほどに幸福な関係を築き、ヨゼフィーネのピアノ教師を続けていたベートーベンは、日頃から二人の元を訪れていた。ヨゼフィーネは三人の子供を、次々と出産、四人目を妊娠中の1804年1月に、肺炎を患ったデーム伯爵が急死する。 ベートーベンは未亡人となったヨゼフィーネを頻繁に尋ねるが、それは、ほどなく、シャルロッテが頻繁すぎると感じるほどであった。また、彼女により一層情熱的な手紙を送るようになった。ヨゼフィーネは、丁寧に返信しているが恋愛を秘密にしようという意思が明らかである。1805年3月、4月にベートーベンは、長大な文章をしたため、ヨゼフィーネへの献児を忍ばせた。 各曲、希望に寄せて、作品32の奏功を机の上に置いておいたところパトロンのリヒノフスキー校に見つかってしまったが、心配には及ばないと書き送っている。この曲のみならず、極めて叙情的なピアノ作品、アンダンテ・ファボリ・ WOO57 も音楽による愛の告白、とりわけ、ヨゼフィーネに向けられたものである。ブルンスビック家は、 関係を生産する様子よう強く迫るようになった。貴族階級の子供たちの保護を失ってしまうという単純な理由により、彼女は平民であるベートーベンとの結婚を考えることはできなかったのである。1807年の終わり頃になると、ヨゼフィーネは親族からの圧力に屈するようになりベートーベンの前から姿を消した。ベートーベンが訪れる際に留守にしたのである。これは後に愛の 冷却期間であると解釈されたこともあった。テレーゼ・ブルンスビック1808年、テレーゼは、ヨゼフィーネと合流し、長い旅の末にたどり着いた、スイスのイベルドン・レバンでは教育者として、著名なヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチと面会、学童年齢にあるヨゼフィーネの二人の息子の教師を決めようとした。ペスタロッチは、エストニアのクリストフ・フォン・シュタッケルベルク男爵を紹介し、 一行に加わったシュタッケルベルクは、オーストリア、ジェノバ、南フランス、イタリアを経由して、オーストリアへ至るキ路を共にした。1808年、1809年の冬に、アルプス山脈を越える際、ヨゼフィーネは、幾度も重い病に苦しんだ。後のテレーゼの日記と1815年のシュタッケルベルクの書簡からは、ヨゼフィーネが、 体の関係を求められながらの旅に耐える体力を持ち合わせていなかったことがわかる。1809年の夏、二人の姉妹がシュタッケルベルクと共にハンガリーに帰り着いた時には、ヨゼフィーネは子供を宿していたのである。社会的地位に敏感なブルンズビック家は階級が低く、カトリック教徒でなく、見知らぬシュタッケルベルクをすぐさま拒絶した。ヨゼフィーネと シュタッケルベルクとの間の最初の子供であるマリア・ラウラの誕生は秘密にされた。母のアンナ・フォンブルンスビックは非常に不本意ながらも婚姻の同意書に署名を行ったが、この裏には生まれた子供に父親を与えるという目的があったのみならずサモナイトでエムハクの子供への教育を中止するというシュタッケルベルクの脅迫もあった。結婚式は1810年2月。 ハンガリーのエステルゴムで来品もなく取り行われた。ヨゼフィーネの第二の結婚生活は初日から不幸なもので、その後さらに悪化していった。結婚からちょうど9ヶ月目にあたる二人目の娘であるテオフィルの誕生後、再び病に倒れたヨゼフィーネは1811年にシュタッケルベルクとは二度という家を共にしないとの決意を固めた。夫婦の間には、 教育方法をめぐっても深い意見の対立があった。修復不可能な不和に至る決定打となったのは、モラビアのウィチャップにある高価な辞書の購入であった。シュタッケルベルクが資金繰りをつけることができなかったため、一家は財政破綻に陥ったのである。数々の法廷闘争に敗れ、精神をすり減らす紛争といざかいの末、ヨゼフィーネは、自暴自棄となりシュタッケルベルクは、 彼女の元を去った。これはおそらく1812年のことと思われ、突然の宗教的衝動により祈りと信仰的施策に慰めを見出そうとしたらしい。これは緊急に資金を必要としていたヨゼフィーネの助けにはならず、彼女は常にもがき苦しんでいた。1812年6月の日記からは、ヨゼフィーネが明確にプラハへ行こうとしていたことがわかる。 ここで彼女とテレーゼの日記は不意に途絶えており、再会するのは2ヶ月後からである。一方、ベートーベンはプラハ経由でテプリツェへ向かっており、プラハでは1812年7月3日に間違いなく、不滅の恋人と呼ばれる人物と会っている。不滅の恋人という故障は、彼が7月6日、7日に書いたものの投函しなかった手紙の中で用いられている。ヨゼフィーネの 主な心配ごとは、デームハクとの間に生まれた4人の子供の財産管理を継続することであったが、1812年8月に疎遠となった夫との間に新たな協定を結ぶことに成功した。この新たな結婚契約の要点は、シュタッケルベルクがいつでも彼女を置いて出ていくことができると書かせたことにある。その後、1813年4月8日に、 娘のミノーナが生まれると彼はそれを実行に移したのであった。ミノーナが自分の子でないと疑っていた可能性もある。ルートビヒバンベートーベン1814年、シュタッケルベルクは彼の子供たちを連れ出すために再び姿を現した。ヨゼフィーネが拒否したため、彼は警察を呼び3人の用事を腕づくで奪い去った。しかし、シュタッケルベルクが子供たちを 故郷のエストニアに連れて行かなかったことが分かっている。彼は、ボヘミアの女祭のもとに子供を預けると、再び各国を巡る旅に出たのであった。一人となったヨゼフィーネは、ますます苦悩を深め、うさいくさい、数学教師のアンドリアンを雇い徐々に、彼のカリスマ的な呪文に落ちていき、妊娠するとエミリーを生んで、小屋に隠した。一方、 兄の死により相続を受けたシュタッケルベルクは1815年4月にウィーンを訪れ、ヨゼフィーネを呼び戻そうとしていた。妊娠していたこと、そして決定的に関係が破壊されて、以来長い時間が経っていたことにより、彼女は興味を示さなかった。シュタッケルベルクはこれに対し長い手紙をしたため、自分がいかにヨゼフィーネを軽蔑しているかを書き連ね、さらに警察に赴いて、 彼女を中傷する。1815年6月30日に警察が、ヨゼフィーネの評判に関する報告を行っているが、これは、彼女の子供たちに、近親相関の事案があると申し立てたシュタッケルベルクの報告に基づいている、可能性がある。アンドリアンは、ヨゼフィーネに捨てられ、死生児を引き受けて、独力で育てるも娘は2年後に、マシンで息を引き取る。しかし、 こうした心を痛む出来事がまだ十分でないと言わんばかりにさらなる苦悩が続く。1815年12月29日にトルトノフのデシャント・フランツレイヤーがヨゼフィーネに手紙を送り、親権を受けて三人の幼い娘を預かっているもののシュタッケルベルクからの仕送りが長い間滞っていると伝えてきた。ヨゼフィーネとテレーゼはほぼ二年越しに 子供たちと再会できると大喜びし、あるだけの資金をかき集めて、レイアーに送付すると、間もなく彼は、父親が行方不明になってしまったのであれば子供たちを母のいる家庭に連れて行くべきだと提案してきた。しかし、ヨゼフィーネが再会を果たす直前、シュタッケルベルクの兄弟である夫がトルトノフに、現れて、子供たちを連れ去ってしまったのである。 ヨゼフィーネとベートーベンの二人が1816年の夏にバーデン・バーデンにいたという証拠がある。彼らは同地で会っていたと思われ、しかも示し合わせたものと考えられる。ヨゼフィーネはバーとピルモントにある保養所へ行くために旅券の申請を行っているが、結局そこへ赴くことはなかった。興味深いことに1816年8月のベートーベンの日記には次の記述がある。 ピーエではなく T、P と最善策を取り決める。ヨゼフィーネの生活はますます苦悶と惨めさを増した。デイムハックの4人の子供は10代となり、それぞれの道を進んでいた。寝たきりの母の恐れをよそに、男子は入隊していった。シュタッケルベルクとの3人の娘はこの世を去っており、テレーゼは隠居、フランツは母のアンナ同様に送金を停止していた。母は、 ヨゼフィーネに対し、すべては自分の過ちだったと書簡で伝えている。ヨゼフィーネは1821年3月31日にウィーンで42年の生涯を閉じた。この年にベートーベンは最後のピアノソナタである第31番と第32番を作曲している。これらの作品にはヨゼフィーネの主題であるアンダンテ・ファボリの回想が認められ。 レクイエムのようであると考える音楽学者も多い注釈出典。ありがとうございます。